にちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。私妊娠7ヶ月でだいぶもうなんかもう大きくなって足がだるかったりとかがあるのでお願いしようと思って。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どっち向きからがいいですか？大丈夫です。大丈夫です。はい。じゃあなんかもうお任せしますので、はい、はい、足と肩とかですかね。よいしょ。あ、でもこの前より凝ってないかもしれない。あ、この前しばらくどこにも抱きも受けてなかったですからね。はい、運動もできてなかったし、今はどうですか？少し歩く時間を増やすようにしました。はい。ああ、痛い。ここは張ってますね。ああ、痛い。今日それ顔とか肩とかやってもらったんですけど、はい。すごい痛かったですもん。足もちょっとやってもらって。はい。知り合いですか？はい。知り合いの方なんですけど。僕もめっちゃ痛かったです。足の親指のとことか、はい、なんか歩き方が良くないみたいなこと言われましたね。妊娠してるからバランスもおかしいでしょうね。うん、多分そう変わってるとは思います。自分でもその妊娠前とかだっていいなんかこう尖ってるような痛みを感じますね。はい。便通も悪いままなんですよね。はい。ヨーグルト食べたりとかはしていくんですけど。妊娠するとそうなるみたいですね。まあ、下げられちゃってますからね。なんていうんですか、まあ、やっぱり内臓が押しやられるっていうかね。はい。胎児が大きくなるにつれて。すぐお腹苦しくなりますもん。予定日っていつでしたっけ？1月の6日です。新年早々ですね。そうですよね。で、2人目だから多分ちょっと早いんじゃないかっていう気も。じゃあ下手したら1月1日、うん、そうそうそう。てんてこまいですよね。めでたいけど大変なシーズンですね。そうですよね。いろいろ役所とかも休みだしね。この辺はどうですか？多分鈍ってますね。あ、なんかめっちゃ硬いですよね。硬いですね。入っていってない感じします、うん、届いてない。はい。結構なんかほぐれるの早いですよね。あ、そうですか。力は抜けてますね。はい。はい。なんか今いろいろ、はい、いい意味でなのかどうかわかんないですけど、はい、まあ前よりなんか自分があまり
こだわらなくなったような気がします。力が抜けた。うん。いやもうダメですね。別にそのこだわる気はないんですけど、はい、今までやっぱりこだわってやってきたから、はいはい、気になっちゃう、はい、どうしてもいろんなことが、はい、だからスルーしようと思っててもスルーできないことが増えてきてますね、うん、全然スルーできない。なんかね、あのキキキリンさん、はい、報道されてたじゃないですか、はい、がありがたいっていうのは何があるって書くと、はいはい、だからいろいろその人生の中で、はい、ある何っていうのは、はい、まあ、あのありがたいものなんだと、はい、そういう何か何が あることを良いとするみたいな、はい、そういうことを言っていて、はい、なんかすごいなるほどとか思ってなんかある嫌なものをなくそうとするのじゃなく、はい、ある中で楽しむというか、はい、うん、なんかそれもその成長の糧というか、はい、うん、まあまあなんていうか成人ですね。そう、いやもうねもうね、具体的には言わないですけどね、はい、もう、もうそういうのってなしにできないですよね、うん、嫌なこととか嫌なものっていうのは、まあ何というものは、まあ自分の元々のものとかも含めて、はい、まあ、なんかそれがいいんだと思っていかないと、はい、うん、ね、うん、そういうふうにうまく付き合っていくとかね、うん、うん、それをこうプラスに変えるような、はい、うん、工夫とか大事ですね、うん、と思って、まあいろいろそんなに達観できてないですけど、はい、でもまああんま前はなんか必ずなんかもう正面から向き合おうみたいなすごいそう気持ちが強かったんですけど、はい、だんだんなんか流すこともあんまり大変じゃなくなってきました。あ、うん、なんかもう、まあ、妊娠して疲れるのもあるんで、はい、もうねあんまりで、はい、赤ちゃんにも悪いじゃないですか、あんまりそのマイナスのものにとらわれてると。そうですね、うん、だからまあいい方、いいことをやはり多く受け取るようにして、はい、そういうことですね、はい、まあ、気にしてもしょうがないというか、まあそうですね、うん、あ痛い、あ入るようになってきたような、はい、それで痛いですさん変わり時なんじゃないですか、今ちょっと苦しい時期だけど、どうなんでしょうね。まあでもあれですよ、俺結構そのいろんなことやってみたいタイプだから、はいはいはい、ちょっとやってダメだと思われたら思ったら、はいはい、もう次次次ってどんどん行っちゃうタイプだから、あ、はい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 、またそうなったんじゃないですかね。なんだろう、まるまる違う方向に、その自分の今までやってきた人生を全部捨てて他の方向に行くっていうのはそんなに苦じゃないタイプだから、なんかそこまでしてやりたくないことやってられないんですよね。まあまあね、だから強もみとかも別にそんなお前らが受け入れねえんだったらやってあげないっていうぐらいの感じだし、ああいいじゃないですか。だってそれはもうね、必要な人に出せばいいだけだから、ね、はい、だからこっちで通用しないならもうじゃあこっちにいてあげないって思ってるところですよ。だからそんな感じなんですよね。
ってますね。うーん、痛いです。あ、よかった、ありがとうございます。なかなか張ってますよね。